松本も今シーズンは、まあ、布監督でスタートをしてちょうど前半21試合が終わったところで、柴田圭監督に変わりました。このゲーム含めて残り5試合になりました J2 第38節今ゲームがスタートしました。大きくまずは蹴っていった松本、前線を狙っていきますジャイロです。若見、おお、また抜き突破、マイナス、戻した、内田達也、わずかに左でした。惜しかったですね、まあ、1対1になったら勝負すると、はい、でマイナス大前うまく残して最後は内田と、うん、まあ、ボールが前に入るサイドで起点になる、まあ、そうなると2列目の選手も右ホーム群馬、左アウェーの松本です。セカンドハーフ後半がスタートしました。さあ佐藤からここ前向きに変わった、上がっていって仕掛けて杉本のふんわり浮かせたクロス、ヘディング、正面、いいところにいました坂野豊文です。前に行く、直線的に入れて坂野、戻してきた、もうマイナスのボールだ、右足、よく触りました松原、ナイスセーブでした。あのもうこう坂野の背後ですよね、はい、だそれによって、まあ、次跳ねたところのセカンドボールをうまく反応して、まあ、セルジーニョシュートまでと、最後は浦田ですかね、そこの深いところに行って、本当にこの一番きつい時間帯だからこそなおさら一番大事なんですね。いや、そうですよね、まあ、そこに差が出るわけですから、はい、ここはカットしました大前です。さあ丁寧出した右フリーだ、一つ剥がした、左足のシュート、ー先制岩上、見事なシュートでした。ザストクの先制、この時間帯です。まあ、このボールをカットしてヘディングで弾いて大前がいいところで受けてよく見てましたよね。で一つ剥がして最後は狙いすまして左足、うん、うまくシュートまで行きましたね。足の裏使って剥がして左のインサイドで少し巻きながら、うん、シーズン長いこれぐらいの距離も決めましたが、ここはボールを入れてくる、放り込んだ、あーキーパーブライムも上がっています。もうこれは裏に入れていく、ここでの笛になりました。このゲーム含めてホームゲームは残り2試合となったこのホームザスパ草津群馬。